D.A.W. レッスンの鈴木です。堀田です。ダウトーク。この番組は D.A.W. レッスンの講師陣2人が D.A.W.DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。D.A.W. レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。YouTube にも毎週様々な動画をアップしておりますので、ぜひチェックお願いします。ということでですね、堀田先生と宮地楽器さんに マイクとかヘッドホンとかをいろいろ聞いてきたんですよね。はい、うんうん。テーマとしては堀田先生の声にあるマイクを探せみたいなテーマで。はいはいはい、大変ありがたい会でございましたね。結構な本数をお店様にはご協力をいただいてしまいまして試させていただいた曲だですけど。結局だって八本九本やったですか？うんなんだかんだそうですよね。事前にリストを。 こんなの聞いてみたいですっていうリスト出していたんですけどはい、はい、最終的になんかお店で増えたねやっぱこれもみたいな、うん、うんうんうんレコメンドもあったりとかでねうそうですねそうですねこんなのもどうですかみたいな感じで、はい、ファイルを見てるんですけど合計11ファイルありますね<笑><笑>だいぶやらしてもらっちゃったっすねそうですねだ超楽しかったっていうのはあるんですけれども うん、まあせっかくですのでなかなかこう音を共有するっていうのは難しかったりするんですけれどもはい、はい、実際試したマイクとそれぞれじゃあ私と堀田先生とのインプレッションみたいな感じでお送りしてみたいと思いますので何かしらのご参考いただければなと思う感じでございますね、はい。まずやり方的には今回は予約をしていくんですよね。 そうです、ね、はい宮地さんにはねはいで予約してってマイクの,そのリストデモリストがあったりとかしてるんでそこからまずピックをしたよっていう感じでいった感じです、はい、最初はそのあえて真空管は外してました、はい、えっと FET のマイクを、えー、メインというか、はい、そっちで考えた上でえやってましたなのでその最初のリストにあった中から5本 FET のマイクを、はいはい えー、用意してもらったような感じが最初の最初初のです、はい、でちなみに今回なんですけれども、はい、今から各マイクのインプレッションをお送りしていきますけれどもこう本音の本音みたいなところはちょっとメンバー限定の方で深くディスカッションしてみたいなというふうに思っておりますのでご興味ある方はねそちらもね、はい、合わせてチェックいただければと思います。いいと、はいまず最初に試してみたいなと思ったのがオーストリアンオーディオ OC18。 はい、マンレーのリファレンスカーディオイドマイクロフォン、はい、ノイマンの TLM67、はい、そしてユナイテッド・スタジオ・テクノロジーズの UTFET47、はい、そしてテレフンケンの TF11 っていう5本だったんですね、はいはい、どれもこうど真ん中を外してる感じのラインナップだと思うんですけれども <laughs> まあ今話題のマイクとしてはやっぱりオーストリアンオーディオ もっとアーカー芸のエンジニアの方がこう独立して作ったっていうタイプのマイクですけれどもはいはい、うん、はいまあ価格レンジとしては10万円ぐらいから高いのがマンレーとかその辺ですかねマンレーで38とか40手前ぐらいじゃないですかねあそんなするんですねはこれ、はい、うんという誤本だったんですけれども、はい、ま,あまず最初に堀田先生的に一番良かったのどれですかこの,このラインナップの中で その中で、まあ、結構こーツつけがたいとこではあったんですけど、はい、個人的にはなんですけど、はい、もうユナイテッド・スタジオ・テクノロジーズの47ってやつか、うん、まあ結構まあキャラクターがいろいろ違ったんですけどこれかテレフンケンの TF11 ってやつが、うん、個人的にはかなりきてましたね。はいうん、一一緒緒ですね、うん、<laughs> 私も一緒なん まあこれ事前の何も知らない状態の時は全順位が違ってておそらく自分の中まあ自分の中の期待はあったのがマンレーのリファレンスカーディオイドマ,マイクロフォンだったんですよかノイマンの TLM67 いわゆるあのノイマンのおじさんの顔がついてるやつそうですねがこの2強かなと思ってたんですよね正直実,実際試してみて最後まで「うーんうん」って言ってたのは この段階でではテテテレフンだったっすねがユナイッドスタジジオクノローズ正直このユナイテッド・スタジオ・テクノロジーズってメーカー自体は完全に知らないし、うんうん、そうもうノールックもいいとこだったんですよねで多分あの聞いていただいている方も本当にニュースを追ってる方じゃないとなかなか聞いたことないメーカーだと思うんですよというのも、うん、最近あの日本に入ってきたばかりのマイクだからんですね 押してくれたんそうですそうです僕は知らなかったからもう全然ノーチェックもノーチェックだったんですよね製品名見て分かる通り四七ノイマンの47のコピーモデルなんですよはいはいはいでこういったものって結構最近多いじゃないですかあ四47だとか87だみたいなはいはいはいなんですけどその中でもこれ良さそうな予感がしたんですよね予感嗅覚があれなんだ見た目です見た目がまずかっこよかった シルバーというかね,そうですねシルバー仕上げというかビンテージ感な,な感じのね、はい、はいはいはいそれはちなみにその今回の吉しし的な感じの敵の観点で言うんであれば個人的なところでは音が速いもの、はい、いわゆる感度がパーンとくるような感じのものでいわゆる弾まではいかないいや弾っていうのは真空感ですね、うん、真空感っぽいようなフィールがあれば要は押し出し感みたいなようなやつが、うん、あれば嬉しいなっていう 頭の中を元に良し悪しをに決はい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 で本的にはその中で言ってたのはさっき言ってた2つっていう感じだったんですけど、うんね、正直こう値段レンジで言ったらひっくり逆だもんねそうですねユナイテッド・スタジオ・テクノロジーズの UTFET47 は現在の価格で12万1,000円、はいうん、でテレフンケの方もテレフンケの中でのシリーズの中でも一番安いモデルだと思うんですけどおそらくラージダイヤフラムでうん、うん、これも13万2,000円っていう感じですね はいはい、なのでノイマンとかマンレとかに比べるとだいぶお手ごろというかな感じだったりするんですけども、うんうん、その存在感が圧倒的でしたねこの2つはそうですねテレフンケンが正直そんなに出ると思ってなかったですよおまあねお手ごろモデルだしねなんかもっとスカスカな感じかなとかっていうのは正直思ってたんですけどはい、はい、ちゃんと前に出るような感じでドンって出てて、はい、まあ良かったなっていうのは。 あったんすかねうんうん、うん、これは今の「アルケミー」シリーズっていう比較的最近出たの次世代ラージダイアフラムシリーズなんですよ。でテレフンケンっていうとなんかこう昔からそれこそノイマンと一緒にやってた時からこう真空缶マイクでちょっと高級なみたいな ELA シリーズとかがこれ特に有名だと思うんですけどそんな中出てきてきたこう低価格シリーズでちょっと気になってたんですよねずっと。え。正直鈴木さんってその辺の金額帯のやつって欲しがるイメージが。 僕の中で正直ないのでうん、うん、もうそうなんだっていうような感じですね。今回、全然値段、僕見てないで行ってたんで、どれも同じような金額帯なのかなって、ポケッとこうい <laughs> ったような <laughs> 感じだったんですけれども、今回でも大体20代から30代ぐらいかなと思ってまし最初のラインナップの中で堀田先生がピックアップしたこれ聞きたいって言ったやつ、万例ぐらいでしたっけそは 私がホ、まあ、りたボイスに合うのかなっていうのと個人的に聞いてみたいっていうモデルをリストアップした感じなんですよね。真空管っていうのを先に排除してたんですよ、うんあの。扱いが大変かなとか思ってたのもあって。なんでそいろいろビューって見た時に出てきたのがそのマンレーだったっていうのはこっちの、まあ、希望としてはあったんですけど。うんうんうん、じゃあちょっと簡単に TF11 ご紹介してみましょうか。これあの系の、はい マイクとして開発されたやつですね、うん、どうでしたかこのモデル特徴として特徴としては前に出るというか歌ってる時に前にドンってくる感じの、うん、え質感だったように思ってますでレスポンスも結構早かったですよね早かったですねそれがびっくりしたっすなんかもっともったりしてるかなと思ったんですけどあ,ーあーなるほどはい。全然そんなイメージなかったですよある意味でテレフンケンポないのかなみたいなところがなくはなかったんですけど 純粋に価格私は逆になんていうんでしょう価格を見ながらある程度同じぐらいの価格帯でみたいな形で選んじゃったんですよ実は、うん、なんですけど一番こうっってなったたののがこの人でしたねうーんなるほどね、うん、見た目以上にね速いんですよねもっとゆっくりしてるイメージだったんですテレフ運慶ってそうですねこれなんかブルーカラーというかちょっとなんていうんですかねマ,マットというかうんうん 色的にはあれでまあテレフンケンっていうと赤,赤っぽいやつだったりとか<ん>モデルはちょっとぽって出てこないんですけど、うん、<laughs> もっと鮮やかな色のやつでちょっとゆったりした感じの印象があったんですはあ、はあ、だからあれこれすげえハイファイだなって思ってうん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 いたっていうのが正直な気持ちいかな、はい、?FET47 の方ですね、うん、UT のこちらは本当に今年ぐらいだと思うんですけど入ってきたのがまあ良かったですね純粋に。 そうですねこれ自体もだいぶ素早く取れてくれるのとあとレンジが広く聞こえるこれは、うん、確かそんなイメージがあったなんかその音の塊がドーンってくるような感じですよねこれもうんそうですね 割ととそのの表情をつけやすすかかかっったりりるのかなとかっていうイメージがありました、うん、テレフンケンはすごく前で自分の唇の前で自分が出てるような感じの音が出てたんですけど今のユナイテッド・スタジオの方のやつは、うん、もうちょっと奥かな感じでは広く聞こえる感じっていうイメージです。ししててる側の気持ちとしてはうん、うん、こっち側からするとね、えー、っと前に来る音は多分テレフンケンだと思ったんですよ。 そうですね FET47 の方があの奥行き感があったなっていう、うん、うん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 なんで好みの部分も大きいんですけど個人的には UTFET47 の方が、うん、なんか平均点が高くていうような気がしたんですよねはい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 、はいうん、見た目の部分で気に入る人も結構多そうですよねここね、うん、め,ちめちゃくちゃ高級感があってかっこよかったそうそうなんか作りがね荒くなかったっすねそうですねねそんなイメージがすごい感じられましたよはいはい 音自体は少しさっぱりさっぱりというかすっきりしてる感じかなと思いますまあそうですね本物っていう表現がいいのか分かんないですけど、うん、いわゆるこうノイマンのオリジナルの47系とかに比べるとちょっとあっさりはしてるよねうんうん、うん、まあでも扱いやすい感じはしたかなと思いますけどね、うん、そうですねはいうんそんな感じがしますじゃあ次に一気に価格が上がってマンレーリファレンスカーディオイドマイクロフォンこれ今値段見ていると45万もするんですね、はいはい、あれそんなさっきそうなんだ失礼、はい サウンドハウス価格ですけれどもはいはいはいこれはどうでした見た目最強に好きだったんですよ、うん、すみませんこれ完全に僕誤解してたんですけど、はい、あれですわ FET じゃなかったんですね真空管マイク <laughs> 真,真空管でしたね,ねはいなんですけど見た目もすごい好きで、うんならこれ買おうとしてたんで相当気合い入れてたんですよ、うん、よかったら本当に持って帰ろうとしてたんですわ <laughs>、はい、い安くしてくれよって言いまくろうかなと思ったんですけど、はい だちょっと残念ながら僕に合わなかったっていうのが正直なところであのさちり方というか何、うん、ていうんですかねまあ僕のその最初の先入観もあったと思うんですけど、はい、弾入ってると思ってなかったんで <laughs>、うん、<laughs> なんかこう僕が思ってるところと違うところで車中が当たってるような感じがしてたのときらびやかさとかは少しダークな感じがしたように思います。 なのでお店の中でもその店員さんの方とかとお話した時に、うん、R&B とかそういうタイプの女性とかのやつに入ってくるとすごくハマりそうですねというお話はしたんですけどす、ね、個人的にはあまり合わないかなっていう感じになったのが、うん、まあ正直なところ堀田先生の声からするとちょっとあっさりすぎるなっていう,うんな,なんて言ったらいいんでしょうね。 あの見た目の面白さとはかなり違ったサウンドキャラクターというか、うん、あなんかさらっとしてるよみたいなそんな感じがちょっと物足りなさを感じたのは正直なところですかね。そうっす、ね、まあたまっていうこともあって温めたらもうちょっとまた話が変わってくるのかなとは思ったんですけど、はい、今聞いた上で話を聞くと、うん、でもうーんすごくこう見た目が好きが上に。 なんんんていうんですかねジダンダを踏んだ気持ちにななりましたよるほどなるほど <laughs> ダメなのかでまあまああと強い歌い方と弱い歌い方というかまあ何ですか柔らかい歌い方って言いますかうん、うん、柔らかい歌い方だったらまたハマりが違うと思うんですけど、うん、いわゆるそのなんていうんですかロック向きと言いますかそっち系でガーンって出した時に僕側の声だったりとかするとあまりハマんなかったなっていうのが正直なとこですねなるほどね。 じゃあ続いてノイマての,今の t l m 6 7六七今の値段で26万ぐらいでちょっと上がっちゃいましたけれどもはい、はい、個人的には結構好きなマイクでうん、うん、87よりもちょっと味付けが違う感じなんですよねこれはいはいはい、はい、それがちょっと面白いかなと思った感じん、ね、こ,れこれ歌唱してる時面白かったんですよねなんか、はい、センターに音が、うん。 あんまりイメージがなくて。なんですか、リング型に。パンって、前、前で出てくる感じって言ったらいいんですかね。音めっちゃ広いんですよ。わかる。で、でも、ず、なですか、ステレオ感があるっていうよりかは。なんか、今、なて言えばいいんだろうな、これ。本当不思議な気持ちになったんだよな。リング型みたいな。真ん中はないんだよ。ちょっと、ちょっと、ぼやっとしてるでしょそう。なん、なんだ、これみたいな。でも。音は綺麗に取れるし。でも、不思議だ。 だすね。で、で正直これ鈴木さん一生し命だったじゃないですか。そうですね。っていうまあ他のとこでも結構これは評判いいやつだったんで、うん、実際自分でも試してみたかったではあったんですけど、はい、不思議な取り方するんだなみたいなまあ声の出方というかキャッチの仕方をしてくるなっていうのが正直なところですね。はい、そうですね。なんで八七、うん、を想像するとちょっと違う感じだと思うんですよ。あれはなんかだいぶ違うだいぶ違う。違ううん、えっと密度が骨密度が高い感じ。 ででると思うんですけど、うん、な,なんだろうねモノラルのくせにさ、うん、不思議な気持ちになったのが初めてだったから、うん、あんな感じでなんか広いワイ,ワイドだねとかって全然わかるじゃないですか。うんうんそうですねおやみたいな <laughs> 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 っていうのが正直なところでしたよ。広域が他のノイマンに比べてジャリジャリしてないというかちょっとおとなしめだと思うので,うで、ね、あの視察音が気になる歌とかに使ってあげたりしてもいい感じだったりするんですよね。 失敗しない系のマイクですよねって言われたらすごく納得がいく感じうーんうそうですねキュッとまとまる感じなのかなっていうイメージはありました、うん、結構でもこの辺もしかしたら HA で結構ニュアンス変わりやすいマイクかもしれませんね、うん、あーそうだねうん個人的にはーブ系がおすすめですね、うん、この辺はへえへえなるほどねはい DLM67 残念ながら堀田先生にはなんかいまいちしっくりこなかったっていうのがう,ーんう,、ね、うんそうですねうんぶっちゃけたところですよねきっとそうですね他のソースだとまたいいとは思うんですけど僕にはちょっと当たらなかったかもねっていうのはあったんですねはい、はい、じゃあ最後がですねこれ最近結構話題に上がることが多いオーストリアンオーディオの OC18 ですね、うん、まあこれも CK12 っていうことなんで、はい、割と同じものを見てたりするんですよね はい、C12 か47か67かみたいな感じで、うんうん、どれもこうヴィンテージの有名マイクをこう復刻してるってわけではないですけれども視野に入れているような感じだったんですけどこれこそなんていうんですか DS の S とか C とかの男とかが、うん、なんていうんですかねおとなしい。 作り込みをする側からしたら、はい、嬉しい感じなんじゃないかなっていうイメージでしたねうーんそうですねなんかびっくりするぐらいに荒が出なないマイクだなって思ったんですよ、うん、見た目が水筒みたいな形ですからね昔のね。どうですか歌ってみて。 どうでしたかうーんそうですねまあ一つはあの形に慣れてないのがあって、うん、戸惑ったのは正直あるかな <laughs> 広い<は>でダイアグラムもううっすら見えてるけど、うんはい、これどこが正解なんだろうなみたいなのは正直あっただから使い込むわけじゃない上で立ってるからまた考え方はあれなんですけど、はい、も基本的にはあのすごく自然というか主張はないですうんうんうん 歌ってる時も強めたとしても「うんうん」うんっていうこうなんていうのかれないだからよく言えば、うん、何も考えずにハァって歌ってパッと取れる感じ、うんうん、なのかなっていうイメージがありますかねなんかキャラがないのがキャラだよみたいなそうですねそんななんかスポンジくんみたいな感じの全てをこう吸収してくれるようなイメージですよね、うん、これは。本当になんか、ね、新新感覚ですよね なかなかあれもなんか、ね、不思議な感じでしたねうんこれはこれでっていう気はするもっと赤ーー,ゲーって言われなければ分かんないぐらいの感じですね、うん、これはあの、ね、414みたいなカリッとする感じがパーンってくるのかなって正直思ってたんですけど全然違うじゃんみたいなナチュラルですね、うん、なんかねこれはナレーションに使ったら超いいかなって思ったんですああはい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 そうそうミスりたくない時とか かなっていう印象でしたねここまでが事前に「聞いてみたいぜ」って言ってたやつですね。うん、でここからが当日やっぱこれも聞きたいって言ってたやつで 1>, うん、うん、1個目8七。あなんか,なんか僕は途中で分かんなくなったんですよ。あそっか。<laughs> なんで一回知ってるやつで取って何が違うのかを知りたかったんで8七出してもらっていいですかって言ったのがあります。うん、どうでした<う> <laughs> ?8 七は結局8七なんですけど、うん、ものはやっぱりいいっすね。 うん、なんかここまで聞いてきたモデルの中でなんか圧倒的な使いやすさがあったよね、音に。まあ、っていうか単純に多分その端なら慣れしてるのはあるのかもしれないですけど、うん、やっぱ安心感が出てしまうよね <laughs> っていうのは <laughs> 正直あるかなと思いますあでも、録音ソースを聞いて圧倒的に存在感あるよね、やっぱりこのラインナップの中で聴き比べると。うそうだねなんかそのやっぱさ,さっきにも言ってたんですけど密度っていう。 これに尽きるんではないかなっていう気はします。そうですねあの最初に言ってたテレフンケンとかの時の前の押し出し感みたいな話というか、うん、唇の前でまあ、すぐ自分のソースが聞こえてくるような感じっていうやつのワイドレンジで、えー、密度が高いっていうようなイメージだと、うん、歌ってたりとかそのマイクとか選ぼうとしてるボーカリストの人だったりとかすると想像しやすいかなって思うんですけどそうですね。 まあそれ以前にあとやっぱどこでもやっぱあるっていうのはやっぱ聞いたことある音だっていうふうになるので安心するのかなっていうイメージが出てましたね個人的に、ね、はい、まあすげえ慣れ親しんだ音なので面白みもないっちゃないんですけどまあまあまあ,まあ,ま,あ、まあ、まあ定番ならではの安心感はやっぱあるよねというのがありましたね <laughs> だして思ったよりやっぱそのね密度というかそのローアのたりとかにもちゃんと音が入ってくるというか当たるのではい それまで聴いてたマイクで「おお存在感あるね」って言ってるのの3割増しぐらいでやっぱ強かったよね。というなんか「うん、えっ、ー、そこやっぱ」みたいなところで収まっちゃったんですけれどもだからと言って別に「87」別に僕欲しいかって言われるとそうでもないっすやっぱり、うん、<laughs> なんかあって嬉しいけど、うんうん、自分で欲しいかって自分の家にあって嬉しいかって言われると、うんうん うん、うん、これは正確な問題ですからねあれですけど、うん、うんかなって思っちゃうかなっていうのはありますはい外にあるもんねって思っちゃうそうですねそうそうそうまあ持ってる私が言うのもなんですけどいや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 持ってる人はいいんですよ <laughs>、はい、でここからが、はいはい、真空管マイクですそうですねなんかそのちょっとお偉いさん的な方がぽいぽいって出てきてなんか真空管どうすかみたいな感じになってはい 最初はちょっと僕はうーんだったんですけど、はい、その時はまだマンレーをね FET だと思い込んでるんで <laughs> 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 いやでも今回 FET の中で書しせたかったんだよなみたいなことをなんかちょっとちらほら濁しながらこう避ける方向でいたんですけど、はい、まあまあ出してみてもらってってとこですよね。はい、で、うん、そこで出てきたマイクっていうのが3本ありまして、はいうん、ペルーソの P280、はい。うん そして P12、はい、ラストが SE エレクトロニックのジェミ i、はいはい、この3本ですね、はい、個人的にはこれ優勝って思ったやつが P12 ですね、はい、ああこれも C12、うん、スタイルなんですけどはい、はい、多分鈴木さんそれが好きなんじゃないですか<お>うん好きいやというよりも一番立体的だったんですよサウンドに厚みがあって 前にある音と奥にある音っていうのが歌の中でもしっかりこう取れていた感じなのでスピード感っていうのとはもしかしたら違うと思うんですよこれって。ただその「鳥音」の中での「風格」っていうのともちょっと違うかもしれませんけどああこれこれなんか安心するみたいな密度がこあったっていう感じでしたねね、うんうんうん、なるほどど、ね、僕は曲までうーんんだだったんだけどね。 立体的ではあるんですけど、はい、なんかな,なんですかねこうレスポンスがあまりあそうでしょうねなので弾真空管使ってる感じの気持ちにならないというか、うん、なんて言うんでしょうねう,うんうん、うん、っていうところが正直なところでしたよ。まあ多分堀田先生の好きな音じゃないよなっていうのはう撮ってる時から言ってたよね。うん これその最初のテーマからずれてるから <laughs>、うん、僕の中ではもう外だったった<の>早い早い前にいるっていうなんか感じのやつで、はい、で真空管になってくると先行基準がそこにいい感じのサチュレーション感というか、うん、こう音を強めた要は声を強めた時に、うん、は綺麗に張ったところに出てくるようなツヤみたいなやつが欲しくて、うん、そこの時にその辺りが僕の中で あうん,うーんトータルバランスではいいよねっていうのはありましたけどうん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 ってなったっていうのがありましたかなっていうところですそうっすねうんほでももう本当好き好みのところがあるからうん、うんね、どっちがいいとか悪いとかってわけじゃないんですけれどもはい今度じゃあ P280、はい、これちょっと不思議なマイクなんですよねはい、はい、真空管と FET のコンビネーションなんですよああはい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  ちょっとこれ面白い音がしてたなっていう僕は画面そっちの方が好きだったっすよこっちの方がパーンって出ますよね音がそうですね派手というかうんまあうちにはハマってたなっていうのはそっちだったっすねそうだねなんかこれも聞いて一発でああ好きそうだなって思ったっていう音で呼んだんですよそうっすねなんでこう倍音がパーンって出てくるような楽器的な音というかあ安曇死んでる感じするんですよそうだね そうすね、な,んかなので、うん、やってて楽しいのはもう優勝でしたね、これ。歌ってて楽しいであろうもので、まあ、しかも今回、この2つはご丁寧にあの温めてもらっていいですかみたいな感じで <laughs> ちょっと遊んでていいですかみたいな感じだったんで <laughs>、うん、すげえわがままな曲みたいな感じでしたもんね。という意味ではちょっとだけもうちょっとたい,固い時はちょっとあはどうせ使わないじゃないですかみたいな。うん そこの辺はねやっぱ真空管は暖気が必要ですからね暖気したいですっていうので「お願いします」「すいません」みたいな感じで言ったんですけどそうだね歌ってて楽しいっていう風なやつでは今全モデル中ナンバーワンですねなるほどなるほど、はい、なんですぐそれでまあ今までやってた時って音を緩めた感じといわゆる柔らかい歌い方で試してたんですよでその中で語気強めたりとかっていうのであれあれこれしてたんですけど自分の中ではい すぐに貼っていいですかってやつでもらった,っ,たっていうのが、うん、これとテレフン券だったかなこの2つで来てたっていうだから結構自分の中でガンガン来てたのはその2つだったっていうのが結構あったですねはいラストはいエいはいはいクいはいはいはいしでしてはいは <laughs> いは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 しはしていはいはいはのはいはしはい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 いは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 い そ,うそ,うもうそもそも聞いたことないわけですよ、真空管マイクで、うん、あの入り口と出口のトランスのところに真空管つけてますみたいな、<laughs> はい、2> であの2つ穴、ぽこぽこぽこってそのし、マイクのね、んねボディのところに穴開いてて、なんすかこれっていう感じに見えるみたいなね。で、なんかその時でかいは正義だと思ってますみたいなこと言ってて、僕も、マイクの動画でかいと、みたいな <laughs>、うん。なんか筋肉は裏切らないとか言ってましたもんね。 そんなような感じだったんですげえ面白いおすすめが来たんですけど多分全モデル中一番でかいですよねでかい形だけで言うならその時点で僕はキンキンしてるわけですよなやこれみたいなうん分かるよでそうそうそうでまあ SE っていうメーカーでっていうのもまたちょっと不思議な感じがあったじゃないですか今までの中ではそうですねまたちょっと傾向がまた別なところにいるというか だだっったたんんで、で、えー、結構楽しみだったんですけど、はい、見た目に反してあっさりだったんですね、それはね。そうですね。あテイストとしては。良くも悪くも真空管っぽさがなかったなーっていう印象、うんあの。もっと見た目いかついんですよ。あの本当に皆さん、うん、あの写真ググってみていただきたいんですけど。あれの3割増しぐらいでかさですよね。そうだね。<laughs> うん、写真で見ると結構すっきりして見えるんですよ可愛いく見えるよ、ね、んですけどそう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 ,そう,そう全然可愛くないっていうそうですねなんて言ったらいいんでしょうね大砲みたいな感じですよねそうですねちっちゃいなちょっとなんかねしてまたあの電源側もかっこいいんですよオーディオっぽいそう,そう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 ,そう <laughs>、ね、もうずっとキュンキュンしてて 何これ見た目番長じゃんと思ってこうすげえ欲しいなって思ったのが、うん、まず見た目から来ててうん、うん、で歌ってみて推し,推しがもうちょっと来れば、うん、もう結構危なかったですね。もう危なかったっけどずっと言ってたんですけど「うん、いいなジェミニいいなジェミニ」って、ね、終わったとも言ってたんですけどでもそのすっきりさっぱり感っていうのがあるなっていうのが引っかかっているっていうところで。 今回は辞典だったんですけど、うん、でも歌いやすさもあったように思います。うん、なるほどね。そう。だから扱いやすいんですよ。ああ、そう、俺はそうだと思った。そうそう。なので、はい、これもしかしていいものなんだよっていうようなイメージもあったんですよ。うんあ、なるほどね。その見,見た目プロダクトではないぞみたいな。<laughs> ジェミリで双子だから、真空管も二つだとかいう話でも、もうテンションバチ,バチバチ流したんですけど、うん、ロマンあるでしょうありますみたいな感じだったんですけど。いや、なんか、<laughs> 正直な話、そこ、私だけなんか温度感が低かったんですよ。いや、そうですね。だってそうだと、うん、そうだろうなって思う <laughs> 性格が違う。<laughs> なんかすげえ二人盛り上がってるみたいな。<laughs> いや、そうですね。うん。面白い、楽しそうだなみたいな。<ー> <laughs> 一歩引いてみてたみたいな。<れ> <laughs> 軽くジャブ打ちながらやってたんで、もう、これ、ビッグなプライスも少し、あれですかとか言いながらこう、うん、<laughs> なんかやってたんで <laughs>、<相当 S 2> そうですね、来てましたよ。うん、ただ、そうあの、あっさりしてるところに、うーんみたいな感じになったっていうのは、正直ありますね。まあ、でもそこはもしかしたら、HA で色つけてよっていうところもあるかもしれませんしね。そうですね、そうかもしれない。うんうん、っていうのが、個人的な感想でしょうかね。はい、いろんなマイクを試してみてみ はい、堀田先生がこう区画度外視でいきましょうかはいはいはい 1>, 1本選ぶとしたらどれが一番気に入りました <laughs> これずいやーこれこう今真空管入,入ってきちゃってるんでまあここはなんかね、うん、もうそうなんですよなんかクラスが違う感じになっちゃうんですよねどうしても値段帯でもねあれですよね、うん、どうしても上がってきちゃいますもんねとは別でうん、うん、やっぱ違うマイクだよなって、はい、あの改めて真空管マイクってうんなんて言うんでしょうね、うん ザ・マッチョみたいな感じになっちゃうはい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 それが推しなのかなっていう気持ちもあるかなそうですねうんうんなのでうちで一本スポンって持って帰っていいっすよって言われて、はいうん、マジっすかってなった状態で言ったら、うんえー、結構悩むなジェミニか、うん、とペルーソーの黒い方ですね 280, 2> 2 280かですねうん、うん、そうっすね ままあまあ、まあ、SE は伸びしろがあると僕は信じてる信じてるんだ信じてる <laughs> いや使い方だと思うなって思いますあれは<ー>だからもっと試したかったのは正直あります最後の最後に出てきたんでほとんど「もうはい行きますドーン」だったんですけどうん、うん、もうちょっといろいろやらせてもらっていいですかって言おうかなって一瞬思ったんですけどもうその,時その時点で1時間以上いる 1時間半ぐらいいたかな、うん、だったんでうん、うん、もう言え,言えなかった <laughs> 正直 <laughs> そうですねそうですねなんでうん期待をかなり込めているのもありますでフェルソ自体はもう、うん、あれはいいものでしたよあ間違いないそうで表現のしやすさとかいろいろ考えても倉庫、うん、点が高いので、うん、ちょっと真空管マイクはやっぱ を入れてしまうと私はやっぱり P12 があったら幸せになれるなっていうのがあったんですけど現実的なところと、うん、まあちょっと実際どうなのよっていうのも含めてここはかなりグッときましたね今回は47を入れたんですけどもう一個、うん、あの87系の UT ツイン87っていうのもあってこれだとなんと10万円切ってるんですよ。 であのクオリティでこの10万切ってくる価格だったりするとめちゃくちゃいいんじゃないみたいな。うん、でこれも試してみたかったんですけどねあのモダンモードとヴィンテージモードっていうのがあって87。へえー、昔ながらのヴィンテージ87と今の AI のモダンモードが切り替えられるよみたいな。っていうのが気にして、えー、そうですそうです。はいはい、かつ10万円を切ってるっていうのはめちゃくちゃすごいよなっていう。 うんっていうのでですね、まあ、この辺なかなかこう,うん、うん、どこでも主張できるマイクではないと思うんですけど、うん、ぜひあの宮地さん行かれることがあれば聴いていただきたいマイクですね。うんうんはい、なるほどね。だから FET の中でフラットに考えて、はい、僕が歌うとかそういうの全部無視した状態でうん、うん、<laughs> 考えるんだったら僕は多分オーストリアンオーディオとか持って帰ると思います。 まあ、お仕事マイクって感じだね。そう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 、うん、これは、すごく使いやすいだろうなっていうのが、見て取れたのがあって。はい、面白みとかとか、そういうこと,とか、度外視して、仕事として、これは使うんだよっていうふうに思った時に。はい、信用できるなっていうふうに思ったのが一つですね。うん、なるほどね。あの、ユナイテッドスタジオテクノロジーズも、すごく良かったんで。この、どっちかで、多分、悩むんだと思います。はい、うん、まあ、なるほど。うん。 そうそう考え方をまたガラッと変えたとしたらねそう,あそうですねもう同じベクトルでは見れないですねこ、うん、このマイクはそうですね僕の好みがどうとかって話は抜いた上でたら、うん、そういう風な感じになってくるかなって思います、はい、もうちょっといや突っ込んだ話はメンバーの方でさせていただこうと思いますのでうんうん、うん、はい、はい、でですね今思いのほか長くなってしまっているんですよ、うん、今,今回で本当はあのヘッドフォンとか一緒に行ったこの秋葉原じゃないやお茶の水、うん を散策してきた話とかもちょっとしたたいなとと思っってたんですけれどもちょっと長めになっちゃっているのでこれはちょっと次回にさせていただこうかなとはいはい、いうふうに思っております。はいということで今回のポッドキャストについてのご感想ご提案とのコメントお待ちしております。YouTube でご覧いただいている方は YouTube のコメントに、Podcast でご視聴の方は Twitter もしくはホームページのお問い合わせフォームまでお気軽にコメントください。それでは今回もご視聴いただきましてありがとうございましたありがとうございました。<music>